よいよトイックの結果ですね、はい、前回675そうかテスト期間だったんだ、そうだ全然できない。そして最後フレーズや文化の話の目的や意図暗示されている意味が理解できる、まあ、パート2の変化球だったりとかパート3の意図問題、さあどうなったのか、こうなりました。本題始まりました、アマテイチャンネル。さあ今回はですね、さあ坂上さんにおいでいただきました、はい、いよいよトイックの結果ですね、はい、書いてまいりましたので、はい、見たいと思います。あ、いつ受けたって、この間だもんね。これ7月のですかね。7月、はい、私が満点取った時のやつですね。そうですね、はい、じゃあ見ましょう。私が満点とか、もう100回目の時か、はい、あれですね。あれ前回はどれ、前回675。ああ、675で、はい、その後どうだったのか、675から。そうですね、そうですね、はい、はい、CM がね、はい、基礎案が出ますみたいなね。で、トイックの話よし、お、で、私もここね、住所オールドのお茶の子、お茶の子再生ですいや別にもう名前バレてるもんね、もうほとんど出ちゃってますよね。だからじゃあ一応、それでは坂井さんが一体何点だったのか、675点から。え、その後勉強はしたんですか。その後全、そうか、テスト期間だったんだ、そうだ全然できてない、そうだ試験期間中だったんですよね、はい、さあどうなったのか、こうなりました。はいはい、ほう、ちょっと顔が映るようにこうサムネにできるようにはい、はい、あらら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 、下がりました。あーでもまあまあまあ640点でしたね。あー、リスニング315、リーディング325と、はい、なるほどなるほど、リスニングの方が低く出ちゃってるからね、はい、いやいやいや、リスニングの方が高く出なきゃいけないですから、はい、まあちょっとじゃあちょっと正答率見ますか。いやまあもうね、正答率見た時点で絶対下がってるなと思ったんですよ、これも、はい、さっきパッと見えたんで、うわこれやばって思ったので、はい、はい、では正答率、じゃあまずはこちらをして、リスニングの正答率を、はい、見せてください、はい、はい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 、うわ最後は低いな、はい、はい、60、最初ですね、短いナレーションパート1、2のところですけど、に述べられている情報元に要点、目的、基本的な文脈を推測できるが、62が平均で60ですね。いやーそうか。そして次は長めの会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報元に要点、目的、基本的な文脈を推測できる、まあこれパート3、4、まず詳しくはアビメの見方出てますので、これがまあギリ平均超えてますね、65を超えて68で、次は短い会話、アナウンスナレーションなどにおいて詳細が理解できる、まあここが取れなきゃいけないところです、はい、平均も一番高く出るん で73なんですが、平均バッチリですね平均の上はい、ということ、これじゃダメです、はい、で、次は長めの会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる、そうですね、パート3、4の詳細ですね、はい、でこれが60か、65で、いやーやー、そして最後フレーズや文から話の目的や意図暗示されている意味が理解できる、まあパート2の変化球だったりとかパート3、4の意図問題ですね、はい、が54が平均で36低い、いやー、まあ難しい、あれ午前だった、午前です、多分同じだよね、ドックってやつですか、ああ船の置き場で、あれですね、同じやつだからすごい、はい、まあ難しい回ではあったんですよ、確かに自分が受けた中でも相当難しくはあったんですが、はい、あ、そうか、自分のと平均後で比べればいいんだ同じかどうかいやーこれはやっぱりね、だって4敗1分けですよ、平均点と戦った場合、いやこれはきつい、はい、痛い結果です。じゃあ続いてリーディングですね、はい、リーディングの平均はこちら、平均じゃない、はい、得点率、はい、はい、なるほど、文章中の情報元に推測できるが54、平均で67、うんうんうん、推測で、文章中の具体的な情報を見つけて理解できるが61が平均で64で、まだここがね取れてほしいんだよね、もうちょっとね、で一つの文章の中でまたは複数間の文章間で散りばめられた情報を関連付けることができる、これ面倒いやつね、はい、で平均60で72、はい、で語彙が理解できるが
64が平均で 74。 そして最後文法が66、平均68。文法、これ大学受験を終えた人はここが高くなきゃいけないんだけどな。やはり文法が弱い。ダメです、ね、共通テストしかやらなかった弊害。まあ最後詰め込みはしたんだけどね。やったんですけどね。やっぱりちゃんとやんないとダメだね。いやダメです。そこは思うわ、はい、きちんとやりましょう、はい、それ文法をやっぱり一からやんないといけないですね。まだこの夏の期間はあったんですか？できたんですか？はい、やれてますね。あ、よかった。じゃあ、うん、どれぐらい今できてます？一応時間は決めてないんですけど、うんうん、金のセンテンスの方を使ってるんですけど、はいはいはい、金のセンテンスね、はい、あれの、まあ、1日50ずつ、うん、はいはいはい、やって、であとは730点の本を12章ぐらいあるんで、それを1日1章ぐらいでやって、緑のやつ、緑のやつですね、はいはいはい、730点突破のやつね、はいはいはい、あれを1日1章やって、であとは英会話。ああ、英会話、はい、ちょっと文法が弱すぎるから、はい、デルセン行かなきゃいけないかもね。デルセン売ってなくて。売ってない。近所の本屋行ったんですけど、なくて。近所じゃなくて別にアマゾンで取り寄せてもいいし、はい、どっかね書店で買ってもいいんで、はい、それでやってもらいましょう。じゃあ今から次申し込むってことですね。じゃあ、あ、そうですね、はい、じゃあ申し込みましょう今、はい、あ、今。次はいつ？10月今申し込み、23の午後ですかね。はあ、が申し込める。申し込めるのは、はい。じゃ申し込んでなかったのね。一応9月と10月の前半の午前は申し込んで、うん、あ、申し込んである、じゃあいいや、はい、それでいいですけど、そんなに月に2回も受ける人ないから。はい、大丈夫ですか、はい、了解ですよ、よかった。そうか、640か、なるほど、くっそーって思った。いや、もうリスニングやってる時点で、うん、いや、もうこれダメだって思って、うん、あ、もう一応毎回どこダメだったかみたいに、うん、終わった後やってるんですけど、うん、パート2全然できなかったなって思って。やっぱそうなんだ。はい、もう今回はもう500点台でも全然あるなって思ってましたね、うん、やっぱそうだったんだね。まあ難しかった、確かに難しかった、はい、もうあれは思う。なんでじゃあ今度までに、はい、9月のやつまでにデルセンをどこまで進めるかかな、はい、それでやってもらって、で、まあ、まあそう簡単にねパート7は上がっていかないので、はい、まあ、一番スッと上げやすいのはもう明らかパート5、はい、でそしてその後で、うん、そうね、5位かな、やっぱり。ただ読む力は引き続き上げていかなきゃいけなくて、リスニングもそうだね、これ全体的に弱いから、はい、リスニングちょっとね上げないといけないですねということですかね。はい、はい、そっか、サンタもあるんだからね。はい、何が使えるって、はいはい、という感じで、という感じですね。じゃあまあまあ引き続き英語は、はい、毎日のようにやってるってことですか？毎日、毎日、あ、毎日遊ぶよ、なんでしょう、一日家にいない、うん、友達の家に行っちゃったりっていう日以外は毎日やってますね。わかりました、やってもらって、はいはい、まあね、あの受験のね苦しい毎日を味わっていますから、はいはい、できないことは絶対ないと思いますので、あれと比べれば、はい、全然全然楽です、一教科だし、はい、で楽だと思うんで、ぜひ、はい、じゃあちょっと文法だね、そうだね、説明できるレベルにちょっと出るせんやってもらおうと思いますので、はい、頑張ってくださいということで、今回は坂井さんにおいでいただきました。ありがとうございました。